アンドレ・コンスタンチノビチガイムは、ロシア生まれのオランダ人物理学者で、グラフェンの研究で知られる。また、月光テープの発明者や磁気不上の研究者でもある。2010年のノーベル物理学賞を、コンスタンチン・ロボセロフと共に、二次元物質グラフェンに関する革新的な実験で受賞した。ユーラシア大陸で様々な大学のポストに着くまで、ソビエト連邦で教育を受けた。 2000年にはカエルの時期浮上でイグノーベル賞を受賞しており、初めてのノーベルイグノーベル両賞受賞者である。外務は1958年10月21日にソビエト連邦の措置でドイツ人家庭に生まれた。両親のコンスタンチン・アレクセイビッチとニナ・ニコライブナは技術者であった。1964年にはナリ地区に引っ越し、英語専門の高校を卒業した。 1982年に、ロシア科学アカデミーの個体物理研究所で、PhD を取得した。外務はロシア科学アカデミーのマイクロエレクトロニクス技術研究所で研究者として働き、1990年からは、ノッティンガム大学、バース大学、コッペンハーゲン大学で、ポスドック研究者を務めた後、内名編大学で助教授となった。2001年に、 マンチェスター大学で物理のラングアーズプロフェッサーとなる。ここではマンチェスターメソサイエンスナノテクノロジーセンターのリーダーであった。2007年からの上級研究員となった。2010年にはラドバウド大学は外務を革新的材料とナノ科学の教授に指名した。2007年王立協会フェロー選出。外務は ラングアーズ・プロフェッサーと2010年の王立協会の記念研究者教授の肩書きを持つ。ありがとうございます。